平野のしと、神宮寺う太の新たな舞台、とべ、への合流、ジャニーズの未来を開く。2023年7月9日に放送された、アッコにおまかせ。TBSK で、滝沢秀明氏が設立した会社、とべ、に、ジャニーズ事務所を退所したタレントが合流していることが報じられました。この度元、V6 の三宅県に続き、元、 キングピンスの平野様と神宮寺雄太が戸部に合流することを発表しました。芸能リポーターの川内天使はこの合流の背景と今後の展望について解説しました。本記事では平野様と神宮寺雄太の新たな舞台戸部への合流についてその意義とジャニーズの未来について考察します。 平野紫耀と神宮寺勇太ユータの、飛べ、合流の背景。ジャニーズ事務所を退所した平野紫耀と神宮寺勇太ユータが、飛べ、に合流する背景には、いくつかの要素が絡んでいます。まず第一に、滝沢秀明氏との関係性が挙げられます。滝沢氏は、かつてジャニーズアイドルグループ、スマップ、の一員として活動していました。 その後、滝沢氏はタレントとしての活動だけでなく、裏方としての手腕を発揮しました。彼の活躍は多くの後輩たちにとって憧れの敵となり、彼が設立した、とべ、はジャニーズの枠を超えた新しい舞台として注目を集めています。平野志耀と神宮寺ゆうたは、滝沢氏の裏方としての手腕に対する信頼があります。 特に平野様は自身も海外での活動に興味を持っており、滝沢氏がグローバルな展開を目指すグループ、トラビスジャパンを発信していることからも、彼の裏方としての手腕への期待が感じられます。このような背景から、平野様と神宮寺雄太は、戸部への合流を決断しました。戸部における平野様と神宮寺雄太の今後の活動、 平野紫耀と神宮寺勇太が、とべ、に合流した後の彼らの活動については、川内天使氏が、アッコにお任せ、の取材で説明しました。それによると、平野紫耀と神宮寺勇太は個人としての活動を重視し、必要な場合にはユニットとしても活動する予定です。彼らは自身のやりたい方向性を自由に追求することができる環境を求めており、 滝沢氏との話し合いの中でそのような意向を示しているとのことです。このアプローチはジャニーズの枠組みにとらわれず、個々の個性や才能を最大限に活かすことを目指しています。平野紫洋と神宮寺勇太たは、飛べ、で新たなスタートを切り、自身の表現の幅を広げることが期待されています。 彼らの才能や魅力を最大限に引き出すために様々なチャレンジやプロジェクトが展開されることでしょう。ジャニーズの未来を開く意義。平野紫耀と神宮寺ゆうたがとべに合流することはジャニーズ事務所にとっても大きな意味を持ちます。これまでジャニーズはグループ単位での活動が中心となっていました。 しかし、平野耀と神宮寺雄太の、飛べ、への合流により、個々のタレントとしての活動が重視される時代の幕開けと言えるでしょう。これは、他のジャニーズメンバーにも影響を与える可能性があります。彼らの成功や挑戦を通じて、他のジャニーズメンバーも個々の才能を発揮する機会が広がるかもしれません。 また、ジャニーズファンにとっても、新たなタレントの活躍やユニットの結成など、より多様なエンターテイメントが提供されることになります。平野志耀と神宮寺勇太が、とべ、への合流は、彼らの個々の才能と滝沢秀明氏の裏方手腕への信頼から生まれたものです。彼らは個人としての活動を重視し、自由な表現の場を求めています。 これにより、ジャニーズの枠を超えた新たな舞台が開かれ、ジャニーズの未来に大きな影響を与えることが期待されます。とべ、での平野仕様と神宮寺勇太の活動は、個々の才能を最大限に引き出すための場となるでしょう。彼らの挑戦や成功は、他のジャニーズメンバーやファンにも新たな可能性を示唆するものとなります。 ジャニーズ事務所の枠組みが変化し、より多様なエンターテイメントが提供されることで、ジャニーズのファン層も拡大することが期待されます。平野志耀と神宮寺ゆうたの、とべ、への合流は、ジャニーズの新たなショーの始まりとなるでしょう。彼らの活躍と才能を注目し、ジャニーズの未来に期待しましょう。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝しています。